もう間に合わないかもしれない。あなたは誰？間に合わないって一体何が間に合わないの？どちらを選択するかは彼次第。でもあなたなら彼の最後の気持ちを理解してあげられるかもしれない。それが彼にとっての安らぎ。起こってるの？船体に対してハイパースペースの外部から強い力が作用しています。どういうことなんですか？何者かが私たちに接触しようとしています。このままでは通常空間に降臨されます。これは、この感覚は何？
無事でよかった。ケイオス君、ここは？さあ、確か僕ら全員が光に包まれて、それから…待ってください。この感覚、間違いないです。ここ、グノーシスの内部です。グノーシスの内部？え？正確には、巨大なグノーシスのほぼ中心部に近い地点です。このグノーシスの大きさは、差し渡し約16000km。これほどの大きさのグノーシスは、これまでの観測では青銅線と呼ばれるタイプしか発見されていません。まさか、食べられちゃったの？状況としてはそれに近いかも。外のグノーシスの活反応は感じられません。まるで眠っているかのよう。そうだ、エルザは？船長さんたちはどこに？我々同様、どこかにいると思いたいが。どうしたの、コスモス？センサに反応があります。反応って、まさかエルザ？はい、それとその近くにもう一つ、微弱ながらボークリンデから奪われたゾハルの波形に酷似した反応を捉えました。ゾハルの波形って、格納庫にあったあの金色の物体のこと？それがここに？エルザへの距離は？ここから直線距離にして約 10km。 近いな。外は宇宙、アレン君たちのことも気になるし。うん、行ってみるしかなさそうだね。バカな、俺は夢でも見ているのか。ありえない、アリアドネはあの時ゾハルの暴走事故によって消えたはずだ。に警報発令。隔離格納庫から異常波が検出されています。ディーク核？ゾハルか？ディーク核、各個のアタラクトインヒビター、出力上げ。 EPR レーダー上に UMN トラフィック、ハイパースペースを経由して強振波が発せられています。どこだ？反応源検出中です。そいつに共鳴してるんだな。ゲートジャンプ用意。メリー、ファンデーションに報告してくれ。そいつを追う。了解。青銅線か。確かに船の内部のような感じだ。しかしどう見ても連邦の船ではないようだな。異星人の宇宙船でしょうか？どうかしら。見て、あそこ。なんだろう、何かのプレートかな。私たちの文字ですよ、これ。でもおかしいわ。壁に刺さっているというより、これ自体が壁の延長として構成されているように見えない？それってこのプレートがグノーシスの一部ってことですか？まさか。周りをよく見て。このプレートだけじゃない、他にもたくさんある。ここ本当にグノーシスの内部なの？急いで、彼が消えてしまう。何か見つけたのか？うん、なんでもないわ。またあの子。
何があるっていうの？ここに。